ニューヨークマンハッタンにあるレオニダスの店舗レオニダスとは世界各国に事業を展開しているベルギーのチョコレート製造業者である。主要製品はプラリネであり、その他にマルチパン、固形チョコレートなど様々な菓子を扱っている。レオニダスの名はギリシャ人の創設者、レオニダス・ケステキディスの名を取って付けられた。彼は1900年代初頭にアメリカで菓子作りを学び、 1910年、ギリシア代表派遣団として、アメリカから初めて、ベルギーに渡り、ブルッセルの万国博覧会に参加し、彼が作ったチョコレート菓子が銅メダル、彼自身がパティシエとして金メダルを受賞した。彼は1913年、ベルギーヘントの万国博覧会にも参加している。レオニダスケ・ケステキリスは、ブルッセル滞在中に結婚し、以後ずっと、 ベルギーに住んだ。レオニダスは、ゲントとブランケンベルグにオープンティールームを開き、これをきっかけに事業が発展した。1935年、レオニダスのおい、バジーレ・ケステキディスが後を継いだ。バジーレは創設者の名にちなんで、スパルタ王レオニダス一世の肖像を商品のロゴとした。またバジーレは、レオニダスの看板商品となる、レオニダスマノンを生み出した。それは、 従来のマノンがクルミをフォンダントシュガーで包むところをヘーゼルナッツをホワイトチョコレートで包むよう改良したものであり、当時としては画期的なアイディアであった。バジーレは1970年までレオニダスのトップを務めた。経営の歴史をまとめると、レオニダスは2008年現在、世界約4 0カ国の主要都市で2000店近く展開している。 レオニダス日本総代理店のジャンドゥージャの説明より、ハット AB レオニダス日本総代理店レオニダスとは、レオニダスベルギー本社ホームページ。ありがとうございます。